始まりましたかね。始まってますか。始まってますか。つながってますか。みんな見れてますか。始まってるかな。はい、皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。ようこそボーチェの YouTube ライブへお越しくださいました。はい、はい、あ、始まってます。見えました。自分でもちょっと時差があるんですね。そうですね。はい、ボーチェの YouTube ライブを始めてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。インスタもねライブやったりしてるんですけど、はい、最近 YouTube でも試みようと思って、はい、3回目になっております。はい、まだ不慣れな点はございますけれども、ぜひ楽しんでいただければと思っています。はい、はい、最初に注意事項を申し上げたいなと思います。ご覧いただいているモニターの明るさは最大に、音量は聞きやすい大きさまで上げていただけますという、より良い環境でご視聴いただけます。そして、本日も新型コロナウイルス感染対策といたしまして、寂しいんですけれども、ここには距離をディスタンスさせていただいて、お送りしていければなと思っています。よろしくお願いいたします。お願いいたします。あ、徐々に人が集まってきています。嬉しい、はい、嬉しいです。嬉しいです。はい、じゃあ自己紹介からいきましょうか。はい、はい、私はボーチェウェブサイト編集長の宮内沙耶香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ボーチェエディターの加賀美です。よろしくお願いします。ボーチェウェブのシェンです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。二人とももこもこしてるね。冬だね、うん、なんかそんな季節ですよね。はい、もこもこしたい気分なんで、もこもこ気分でお届けします。はい、今日寒かったですから。嘘、私暑がりさんなんですよね。今日透けてますけど、薄着が好きなタイプの、はい、そうなんです。まあね、透けてますけど、スタジオも暑いですからね。そうですね、そうですね、はい、ライトもありますからね。はい、あ、徐々に増えてきまして52人まで来ましたね。皆さんこんばんは。こんばんは。今日もエディター3人で YouTube ライブ楽しくお届けしてまいります。まいりますということで、はい、じゃあちょっと人集まってきたので本題に入りますかね。いっちゃいますか。お願いします。いきます。本日のテーマはちょっと大きい声出しちゃった。テンションが、テンションテンションが、はい、本日のテーマは、はい、テーマ発表します。はい、ボーチェエディターズのポーチの中身、はい、&激推しプチプラコスメをご紹介。はい、王道企画。王道企画です。ポーチの中身、王道企画ですよ。です、待ってましたっていう声がね、はい、今日は私たちが本当に普段、はい、使っているコスメを、紹介していきたいなと、ポーチを見せていきたいなと思ってるんですけれども、プチプラを中心に集めてきましたので、ぜひ、興味を持っていただければなと思っています。はい、でまずポーチからちょっと見せていこうかなと思うんですけど、ここにちょっと立てる、本当に使ってる、そう、使用感たっぷりの、使用感たっぷりで申し訳ありません、ポーチがあります。はい、あります。あります。じゃあちょっと私から、はい、はい、私のこれはクマさんです。かわいい。トゥーフェイストのクリスマスコフレについていたクマさんのポーチがたまらなく好きで使っております。で、やっぱりこのビニールの素材だと汚れにくいし、すぐ拭けるし、やっぱ今の時代にも衛生的かなというのと、よくポーチの中でいろんなものが迷子になったりとかしちゃうので、これだとすぐに取り出せて便利で、まあ、かわいいっていうのが一番なんですけどね。はい、ということで私は、かわいい赤いいですね。はい、いいですね。クマさんのポーチを使っております。かわいい。鏡Pはこれは一体巾着、ね、巾着なの。巾着型なんですよ。巾着さんなんですね。ちょっとね、こう柔らかい素材で、うんうん、ブランドはミッソーニでございます。おしゃれですね。あのね、そう、ヴィンテージショップで購入したものなんですけど、結構でも長く愛用してて、うん、洗いながら、うん、8年ぐらい愛用してるっていう。8年も使ってるの、はい、すごい。そうなんですよ。私もその、うん、なんだろう、旅行に行くときとかはそういうクリアのポーチ使ったりするんですけど、うん、普段結構ね、なんかバッグの中にこう丸めたりとかできるんで、うんうん、割とこういう布巾着が好きみたいな。へー、すごい、もう相棒じゃないですか、8年も。そうなんですよ。本当だね。そうでございます。手放せないですね。手放せない。ポーチ編集部でも加賀美 P おしゃれ番長なんで素敵ポーチをミッソニでした、披露してくれました。はい、あ、結構コメント見えてますか。うん、見えてますね。見えてます。お、はい、皆様すみません、電波の様子がどうもおかしかったようで、お待たせしてしまって申し訳ありませんでした。
改めまして、はい、仕切り直しでいきますけれども、はい、皆さんもあ戻ってきてくださってますね。 ありがとうございます。皆様ありがとうございます。改めまして今何をしているかご説明申し上げます、はい、ボーチェの YouTube ライブです。本日のテーマはエディターのポーチの中身&激推しプチプラということで、進めています。最初からはやらなくて大丈夫ですかね。つながりますもんねきっとね。大丈夫ですかね、はいはい、ということで私のポーチと鏡ピーのポーチを紹介して、はい、鏡ピーの横顔でくるくるして申し訳ありませんでした、はい、じゃあシェンちゃんのポーチから、はい、そうですね、はい、じゃあシェンちゃんからいきましょう、はい、じゃあ改めて紹介します、はい、こちら動物がいっぱいついてるジェラートピケです。かわいい。結構大容量 で、うんうん、でかつビニールなんで、うん、汚れにくいのと、うん、あと自分は結構荷物こう絞れないタイプなので、うん、大きいよね。すごい入るんですよ、うん、ちょっと見せるのもあれなんで、結構ね30点ぐらい入ってるんじゃないかっていう。私すごい。そんなに入ってるの。はい、いっぱい入ってます。常にいっぱい持ち歩きたいタイプ。そうなんですよ、うん、なんかメイク結構時間帯によっても変えたいタイプなんで、なんか朝はこのリップ、このアイシャドウ。確かによくチェンジしてるよね。確かに、まあ、席横だから横だからと思う。横隣なので私も逆の隣です。挟んでるからね、シェンちゃんを挟んでるからね、うん、そうです。ちょっといつでもチェンジできるように大容量の持ってます、ね、それちょっとさ、もう一回中開けて、中が可愛かった。あ、チラ見。あ、本当だ。チラ見。なんか淡いブルーで、チラチラチラ、本当だ、チラブルー、チラブラブルーの星。そう、ブルーの星と、かわいいね、うん、ちゃんと実はこの辺に仕切りもいっぱい。あ、本当だ。仕切り付き、機能的なのですね。機能的。ポッケもあって。そうなんですよ、ポッケもあって。かわいい、ね、かわいい、いっぱい入るんですよ。あ、音が割れてるのかしら。大丈夫ですかね。音割れと言ってる。あ、大丈夫と言ってる人もいる。どうでしょうか。大丈夫ですか。音割れてますか、皆さん。大丈夫そう。あ、大丈夫そう、はい、じゃあ進めていきましょう。ということで一旦まずポーチからお見せしたんですけれども、はいはい、この中に私たちのおすすめのプチプラコスメを中心に好きなコスメを詰めてまいりましたので、はい、いよいよコスメを紹介していきたいなと思います。で、私も手元で、皆様のチャットのコメントを拝見していますので、何か質問したいことがあった場合はどしどしとお寄せいただければお答えできる限り頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ何から紹介する。やっぱリップかな。リップかな。リップかな。リップかな、うん、だってみんな結構全然違う色じゃない。結構なんかメイク全然違う感じになりましたね。違う感じになってますね、ましたね、うんうん、それぞれの個性が出てますね。リップから、はい、いきますか。じゃあ私お願いします。お願いします。じゃあ私のここから出すスタイルね、はい、このクマポーチから出します、はい、私もね本当は、うんうん、あのシェンちゃんぐらいいっぱい持ってたい派でもあるんだけど、うん、今日はちょっと厳選しようと思ったので余裕がある状態にはなってますけど、はい、私のリップはこちらです。じゃじゃーん。じゃじゃーん。はい、みんな大好きですよね、はい、みんな大好きですね、これビーアイドル出た。ツヤプルリップの私は、うん、10番のわがままプラムを塗ってます。お、本当に大好きで、うん、もうしょっちゅう使ってます。ちょっとテクスチャーも色もお見せしますけれども、はい、かわいいね。プラムかわいいね。かわいい。ちょっと青みがかった。そうそう、なんだろう、何何パープルというか、まあ、でもプラムね。プラムなの。プラムベリーっぽい。ベリーね。というか、うん、青みベリーか。かわいい。かわいいですね。そしてもうつけ心地がね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、うん、このツヤプル感が本当に気持ちよくて、うん、もうこれはかなりヘビロテしてますね。なくなったら困るかも。もうすぐなくなりそうですもんね、うん、なんか、うん。結構もう使っちゃってる。うん、かわいい。かわいい。いいですか。どうぞ。何何何。どうぞどうぞ。かぶっちゃえ。すごい。はいはい。Bアイドル。Bアイドルかぶりです。カップル。カップルです。カップル。え、しんちゃん何色？私はね、103番の引き寄せアプリコットです。あ、それも可愛いよね。可愛いですよね。やっぱネーミングが可愛いからね、もう。引き寄せ、引き寄せアプリ、引き寄せたいと。引き寄せたいですよ。はい。
ちゃうね。いろんなものを引き寄せたいです。いろんなものを引き寄せていきましょう。ピンク味もある色だね。そうそうそう、ピンク味もあって、ね、なんかブラウンだよね。だってオレンジ味もあって、ブラウンは絶妙な組み合わせなんですよ、ね、多分、まあ、それぞれの唇の色とかもあるかもしれないけど、そうですね、うん、ちょっと色をじゃあ、はい、はい、いきます。もうちょっと前、もうちょっと前、ここの辺ですかね、うん、そうそこの辺、はい、かわいい、このツヤ感が、ツヤ感がね、すごいですよね、かわいい、かわいい、シアな感じが大好きですよ、うん、あ、絶妙な色味ですよね、本当に、うん、オレンジなのか、これはすごいね、綺麗、綺麗だね、ブラウンなのか、なんかもう一塗りで結構もう今っぽい感じに仕上がるので、そうだよね、すごい好きです。なんかこの実際のリップの見た目よりも塗ると明るいっていうか、ピンク味が出るんだね、少しね、そうなんですよ、結構ね、なんか肌トーンもこれ塗るとワントーン明るくなるんじゃないかっていう、自分が錯覚するので、まあ結局人から見るのも大事なんですけど、うん、自分がどう感じるのもすごい大事だと思うので、うんうん、愛用してます。かわいい、私たちはどっちも B アイドルを選びました、選びました、愛用してます。あ、 B アイドル人気ですねって来てる。あ、ボンボリリボンさん、はい、再開したんですね、戻ってきましたって、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ鏡 P は何塗ってるんですか。はい、ですね、2人はあのツヤプルじゃないですか、うん、ツヤプル、私はですねちょっとマットめなものを、ポーチインしております。お、アイテムは 3CE のソフトマットリップの EE001 番です。これ結構あのキーカラーの色だと思うんですけど、うんうん、ちょっと塗りますね。じゃん、あ、かわいい、そう、ちょっとカメラに、あ、そう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 、もう本当にね、韓国コスメのリップっていう感じの、うん、ちょっとこう、なんですかね、マットで、うんうん、なんていうんだろうかな、オレンジベージュみたいな、あ、はい、色味をつけていて、おしゃれだね、おしゃれ、もうなんかマットだとやっぱり、うん、なんかそういう今っぽさが出るのかなと思うんですけど、うんうん、結構これをあのちょっとオーバーリップ気味に塗って輪郭をトン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 ってぼかすような感じで、うんうん、結構強調するような感じで塗っております。へー、おしゃれ、はい、かわいい、 3CE でした。なんかおしゃれ マットなんだけど、うん、なんかバキバキじゃないね、ちょっと感じがいいね、うんうんうん、そうだよね、うん、なんか柔らかさもちょっとありつつっていう感じで、うん、はい、マスクにもつきにくいので、そうですよね、うん、おすすめです。いいですね、はい、そうね、マスク用の、ね、リップも大事だよ ね、 ね、でもさ、マスクの中で、うん、マスクの下でリップ塗ってる？塗ります。私も塗ってる、塗ります。マスクをクレンジングする作業が非常に発生してますけど、うんうん、いいんです、マスクを選択します。そうですよね、ちゃんとセット、やっぱリップを塗ると美容スイッチが入る気がしてて、はい、そうなんですね、やっぱ塗ってますよね、皆さん塗ってます、あと占い師さんの青木さん、うん、以前私たちのインスタライブで、うんうん、占いエディターのね、そうそうそう、はい、でインスタライブで、うん、人って見えないところで印象が実は人に与えてるって言ってたのをすごい覚えてて、うんうん、そっからはずっと、ね、マスクの下でも絶対塗るようにしてます。大事。いや、一昨日も、うん、あのライブ配信をね、うん、V ストリームっていうところでやってて、今もまだアーカイブあるんですけど、はい、永井香織さんと小田切弘さんと3人でトークしてたんだけど、うん、その時も小田切弘さんが、うん、リップ塗ってないとか、うん、なんかこうリップ全然気合い入れないとかって、うん、あのその同じ話で見えてない下着とかを適当なものを着てると一緒だよみたいな、うん、そうだよね、うん、見えないところこそ、見えないからってボロボロの下着着てて元気になるかっていったらならないじゃんっていう、そうだよね、話をされてて、うんうんうん、まあそういうことだよなって、確かにね、改めて思いましたね、はい、リップね、大事です。マスクは何で洗濯するとリップ落ちますか。これね、今マスクを、うん、についたメイクをどうするかっていう企画記事も作っているところなんで、またあの公開しますけれども、私は、うん、あのクレンジングあまり、うんうん、あの普通の中性洗剤とか、うんうん、お洗濯の洗剤で落ちない場合はあのクレンジング使うようにしてます。
私も洗顔フォーム、うん、あのメイク落としの洗顔フォームで洗ってるな、うんうんうん、しゅんちゃんどうしてる？私もクレンジングオイルです。うん、結構リップもやっぱ発色のいいものを使いたいのでついちゃうんですよ、うんうんうん、やっぱり、うんうん、なのでもう綺麗に取り除いて次の日やっぱリフレッシュした気持ちで使いたいので、うん、ちゃんと本当にオイルで落とします。うん、うん、そうだね、そうだよね、やっぱりね。あ、にゃんさんがマスクの下でも絶対塗ります。一緒だ一緒だ、うん、やっぱ全然変わるもんねリップは、うん、変わる、うん、変わるから。でふとした時にこう、ね、取ったりもするからね。そうそうそう、取ったりすることもある時にやっぱりね、メイクが完成しているといいかなと思いますけど ね、 ね、意外と撮るタイミング多くないですか？多い多い、うん、多いんだよね。やっぱちょっとお茶飲むとか、うん、食事をするとかどうしてもあるので、うんうんうん、なんかその時に何も塗ってないとかリップクリームだけだとちょっと恥ずかしく、恥ずかしくなっちゃう、裸んぼっぽい気持ちになっちゃう。すごいすっぴん見慣れてるような気持ちになりますよね、うんうん、そうなんですよ。なのでぜひ、はい、ぜひぜひということでリップ、リップは、あ、じゃあここにどうぞ置いてください。あ、ここはね、あのあれなんだ、ね、こっちにし、はい、はい、ということでまずそれぞれお気に入りリップをご紹介したんですけれども、はい、次何もう、ね、紹介したのが溢れているのでどんどんいきますよ。次は、まあ、リップの色をしっかりこう映えさせるためにもベースは重要かなと私は思うんですよ、うん、はい、ベース何使ってるか、はい、行きましょうか。行きますか。私からいいですか？どうぞどうぞどうぞ。すいません、私ねこのね、ベースがないとちょっともう成り立たないっていうぐらい、なんと、はい、ちょっとねプチプラではないのですが、ないのですが、ないのですが、ラロッシュポゼの物はあっちです。物はこちらご覧いただけますか？ラロッシュポゼの UV イデアのプロテクショントーンアップです。はい、これはさ、もう大人気だから皆さん持ってるんじゃないですか ね、 そうですね、ラロコの下地っていう言葉が、うん、ね、はい、ね、そうで、ちょっとさっきの、あ、さっきのリップがそのままですけどね、そのままですが、ちょっと失礼します。これいうね、かなり、はい、はい、かなりね、こうちょっとなんだろう、青みがかった白肌になれるんですよ、うん、これを使うと。そうで、私結構もうすっごい透明感大好きって感じなので透明感をとにかく肌に出したいっていう。透明感出したくない人いないじゃん。いない、いないよね。いない、いない。でもね、もうね、とにかくね研究しまくって、うんうん、一番最近その肌が透明感が出るのはこれだなって思って、うん、全体にまず1回塗るじゃないですか、はい、で目の周りにももう1回ダブルでつけてます。へ、そう、結構ほらマスクするじゃない、うん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 、で目のアイゾーンの透明感が、うん、そう印象を決めるなと思ってて、うん、だからこれはね、そう実は全体に塗ってからここにダブルで塗るっていうダブル塗りをしてます。へ、ね、私もこれ、うん、もちろん大好きなんだけど、うん、はい、私、はい、ローズ、あ、ローズ派の方、ピンク派なんだけどホワイトのその心は、ローズも実は試したんですよ、うんうんうん、なんですけどやっぱりね、こうなんだろう、ちょっと青白いぐらい透明感を出したいのね。あ、なるほど、そう、なるほど、もうなんかそう、氷みたい な、 なんか印象としては、そう、だからちょっとこっちなんだよね。あ、でもさ、あとこのリップ、はい、のさ、このちょっと韓国メイク感みたいなのとも、うんうん、結構そう、がっつり白肌みたいに持っていくのはバランス良さそうだね。そうなんですよ、うん、ってことでいい、いいです、はい、なんと、うん、知らない間に P がそんな気分、はい、ラロッシュポゼは乾燥肌用ですか？あ、そうですね、でも私も結構乾燥しやすいんですけど、うん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 、この下地を塗ってる時はなんだろう、もちもち感がある、うんうんうん、でよくそのなんだろうな、乾燥で本当に困った時とかもスキンケアをラロッシュポゼにがっつり変えたりとかするので、うん、結構乾燥肌の人にはすごく向いてると思いますね、ラロッシュ、ね、もともとラロッシュポゼってそういう敏感肌さんだったりとかっていう方も使えるっていうのがブランドとしてもかなりあるので、うん、安心して使っていただける気がしますね。はい、うん、はい、名品だね、名品だね、名品だね、やっぱちょっと名品並んでくるね、並んできてるね。ちょっと私の名品言っていい？お願いします。
ちゃ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 おおはい、出しちゃいました。出たフジコ、フジコ、フジコ、フジコです。クッションファンデですな。クッションファンデです、はい。でこの子を、ね、初めて見た時に驚いたわけです、うんうん、なぜかというと、はい、皆さんもお使いかもしれませんけど、このね下のとこと上のとこが分かれてるんですよ。で上のここの、あ、うまくさせない、ここね、はい、この上のとこが、うん、あのカバー用なの、うん、で下が全顔用で、うん、スポンジもごめんなさい、普通に使ってるから使用感たっぷりで恐縮なんですけど、スポンジも分かれてるんです。うん、なので、うん、一旦この広い方で下の方を取って全顔いって、うん、でカバーしたあとこうクマ、私はもう本当クマっ子なんで、クマのところはこの上のこれをこう取って、はいはい、このクマ、うーん、やっぱりさ違う、そのさこの2タイプで違うの、違うんだ、違うの、本当にちゃんと違うんだ。で、うん、私も驚いてメーカーの人にわざわざ質問したんですよ。だってこれ1個のクッションじゃん、うん、1個のクッションに染みてて、うん、機能が違うものが2個存在していることに、うんうん、って思って、うん、そんなことありえるのかと、ね、ありえるのかと、うん、だって仕切りとか見えないじゃん、うん、と思って、うん、そうだね、でもなってるんです、おー、これすごいなと思って。プチプラだよね、すごいよね、本当に綺麗に仕上がるから、うん、しかもこれ SPF50 プラス PA4 プラスです。すごい、すごい、そうなんですよ、素晴らしい、もう絶対買いっていうこと、絶対買いですね、うん、本当にあの夏場とかはお化粧直しとかももうこれニスレーパー、日焼け止めの塗り直しもいらなかったし、本当に超愛用して使用感がたっぷりになってしまいましたが、大好きです。でこれのさ後ろ、あ、これの上に、うん、粉はのせないの？私かなり乾燥肌なので、うん、粉なしで全然、そうなんだ、私はいいです、はい、テカったりとかはしない？気にならないです、ツヤくらいの感じで私は着てます。あ、そうなんだ、はい、もしちょっともともと油分が多めの方とかは気になるとこだけ、うんうん、少しでも少しでいいかなって気がしますね、うん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 、へえ、いいね、フジコ、フジコでした、素晴らしい、名品ですね、名品また並びました、名品 並びました、じゃあ後ろにしよう、はい、じゃあしんちゃんは、しんちゃんは、私的名品はじゃじゃん、出たー、ルナソールの、フュージングオイルグローですね。ボーチェに付録がついたことがありますね。ついてましたね。ついてましたね。大人気の。はい、もうそっからもう大好きで、うん、これもねプチプラではないけど。プチプラではないんですけど。名品ですこれも。はい。もう使用感同じくたっぷりなんですけど。使ってますね。使ってます。うん、減ってきてるね。ね。もうだいぶ減ってきてます。着々と本当に。わかる、でもいいよね。いいよね。いいですよね。どういうところが好きなんですか？いや、まずエマルジョンっていう、エマルジョンタイプじゃないですか、うんうんうん、そのワードにまず飛びついたんですよ、うん、調べてみたんですけど、うんうん、油分と、あと 乳液でしたっけ、うん、乳液、うん、水分と油分のなんかこう組み合わせでエマルジョンっていう、そうです、そうです、間違ってないです、水分と油分大丈夫です、うん、乳化させて乳液になる、そうそう、乳液になるっていう、あ、これは絶対いいんじゃないですか、あ、スキンケアの意味も込めて使えるっていう、もう込めて、うんうん、あとカバー力と密着度と、うん、あとツヤ感、あ、すごいいいんですよね、いいよね、はい、私もサーヤ編集長みたいに一回、まあ、全顔塗るんですけど、うん、こんな感じ で、うんうん、で私クマよりはこの辺の毛穴がすごい気になる人なんですよ、うんうんうん、なのでもう一回あのヘアメイクの林ゆかりさんに教えていただいたテクで、うん、トントン塗りをこの辺でしてます。あ、トントン塗るのがいいんだ、なるほどね、そうすると、まあ、さりげなくカバーしてくれるので、うん、いいらしいです、毛穴も目立たなくなる、そう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 、目立たなくなるし、あと夕方のお直しにもぜひこのテクを使ってほしいと、なんかさ、でもカバーしてますって感じにはならなくて、なんかこの絶妙なツヤでなかったことにしてる感じが、素晴らしいね、ファンデはいいなと思って、光 の使い方がすごい上手いねっていうファンデなんですよ、いや、なんかその光の使い方上手いのはさすがルナソル先生、さすがルナソル先生だよね、光か、
大好きです。あとさ、なんかこう全然薄付きでツヤツヤになっていくから塗り続けちゃわないこれって。そうなんですよ。なんかどん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 ね。そうそうそうなんか永遠に塗ってんなみたいな。あとこのスポンジもすごい気持ちいいんですよ。でうちのグループで便品ついてるじゃないですか。ついてましたね。で本当にあのデスクでお直ししてる時に、うん、なんか考え事しながらお直ししてるとあれ癒されてるんですよこれ。いつまで経ってもこれしてんなみたいな。なるほどね、はいはい、スポンジで癒されてたんだ。そうそう癒されてました。ルナソルツヤ綺麗ですねって。あ、ありがとうございます。画面越しにも伝わってますね。ボンブリリボンさんありがとうございます。ありがとうございます。こんな画面越しでも分かるんです ね、 ね、本当だね。嬉しいわ。ツヤツヤありがとうございます。ありがとうございます。あ、藤子のクッション一色しかなかったと思いますがどんな肌の色でも合いますかと千秋さんからご質問いただいてますけど、 それもすごいの、うん、本当に一色しかないのに、うん、なぜか誰にでも合うんです、うん、この色は、ね、本当に合います。あのいろんな肌色のタイプの人 で、ね、編集部でみんな愛用しているので、はい、本当に合います。それがすごいところだよね。すごいところです。すごい。じゃあ、はい、並べておきます。はい、はい、次はどうしようか。え、アイシャドウ、やっぱりアイシャドウかな、ね、シャドウいきますか。いっちゃいますか。誰からいく。私からいきます。いっちゃいすごい初めて手挙げました。いってください。いやもう皆さん、あーきたー。 B アイドル尽くしじゃないですか今日。好きすぎじゃないですよ、ね、好きすぎなんですけど、ね、私が持ってるのは05番の予感のアプリコットなんです。おアプリコット、さっきもアプリコット気づいてました。さっきは引き寄せのアプリコットで今度予感のアプリコット。そうなんですよ、はい、なるほどね。アプリコットのワントーンメイクなんです、ね、おお、良きだね。かわいい、かわいい、やってる、やったー。どういう風に使ってるの。うん、今日、うん、全色使いました。へえ、見えてますか皆さん、うんうんうん、こちらですね。これあれキラキラもマットも両方入ってるんだよね。そうそう、このエパレはキラキラもマットも入ってて、あとちょっとクリームタイプのこちらもゴールドも入ってるので、うんうん、まず質感をいろいろ楽しめるのと、うん、あと色をすごいやっぱり発色がいいんですよ、うん、でこちらのオレンジちょっと、まあ、あのアプリコットオレンジですかね、うんうんうん、であの上まぶた全体にのせて、で次にこちらの下のちょっとあのこうきらめきが結構大粒の、そうだよね、ラメが大粒なんだよね。そうそうそう、ラメが大粒なんで、なんか全体にのせるとちょっとあすごい今日なんか気合入ってるなみたいな感じになるので、うんうんうん、ちょっと指でトントンと取って、であの最近自分のブームなんですけど、下あの上まぶたのこの辺の中央に縦塗りをしてます。あ、おお、あ、でもあ、いい、いいね、うん、縦塗りをしてると、ね、うん、そう、なんかキラリしてるんですけど立体感が出てる。立体感も出てますし、うん、眼球がすごい綺麗に見えるのと、綺麗、ね、あとさりげないんですよ、うん、そんなにすごい、うん、あの私きらめいてるとかじゃなくて、うん、そのさりげなさがポイントかなと思っています。あとね、あのここの茶色、締め色にラインを引いているのと、うん、あとこのクリームタイプなんですけど、うんうんうん、最近結構他社さんでもこの手の、うん、なんかツヤハイライト出してるじゃないですか、うんうん、これハイライトとしても使えるなと思って、うん、ひらめいたんですよね。アイシャドウだけじゃなくて、そうそうそう、アイシャドウとしての役割はもちろんなんですけど、ちょっとこの辺のなんかちっちゃいこういう C を描いてもあげることで、マスクしてる時もあれこの辺ツヤあるなみたいな。シェンちゃん結構ツヤ重視だね、うん、ツヤ重視なんですよ、ね、ね、なんかテカリとツヤってなんか紙一重だなと思ってて、うん、私実は結構混合肌なんですよ。なんか一歩間違えるとオイリーみたいな感じに なっちゃうんですけど、うんうんうん、なるべくツヤ感を出すことで、その光の技術を使うじゃなくて、うんうん、そういうあのツヤ感でちょっとカバーしていこうかなって思ってます。心がけてるんです。すごい綺麗、うんうん、やった、うん、嬉しい、うん、分かる分かる、透明でも分かる、ね、そうそうそう、ぜひ皆さんもアイシャドウとしても使ってみて、でハイライトとしても使えるのでぜひやってみてください。そこはもともとハイライトとしてのものですよ。そうですね、あのこういうCゾーンとかだけじゃなくて、あとアカリンちゃんが言ってたのはここのなんか
ハの字に入れるっていうのを推奨してましたね。目周りの、ね、ハイライトとしても使えるし、あと、まあ、顔全体にでもハイライトとしてシェイちゃんのように使うこともできると思います。はい、なのでぜひ使ってみてください。はい、置いときます。置いときます。ニーアイドルまた追加です。追加です。あ、そうだ、一個いいですか。いいですよ。実は今日アプリコットワントンメイクのためにチークはね、リップをチーク代わりにしてたんですよ。へー、あ、そうなんだ。そうこのように、ね、ほてった感じのメイクになってると思いました。そうそう、ちょっとで、この辺ではいはいはい乗せると結構発色もいいので、オリジナルのテクが、そうそう、だいぶこの辺はなじませてあげないとダメなんですけど、うん、ちゃんとなじませると、ね、かわいい、かわいい、あ、いいね、ポッとしたね、いい、ポッとする、かわいい、ツヤ尽くしだね、ツヤ尽くし、してきました。Bアイドル尽くし、Bアイドル尽くしのツヤ尽くし、はい、そう、はい、引き寄せアプリコットです。アプリコット、はい、アプリコット、はい、いいな、ありがとうございます。だいぶ愛を叫ばせていただきました。叫びました ね、 叫んだね。じゃあ編集長、私叫びましょう。私叫んでいいですか。はい、お願いします。なんだろう、え、何何、見たことないかも。私もない。本当、うん、マジョリカマジョルカ、ナイストゥーミーチュートランク、ナイストゥーミーチュー、マジョマジョなんだ。確かにトランク柄だね。昨年も出てて大人気で、限定で出てたやつで、11月の27日です。ごめんなさい、これだけまだ発売されてないやつを持ってきちゃいましたが、27日発売で Amazon と私プラス限定になってて、もう一種類実は色もあります。なんですが、私が、可愛いんですけど、可愛い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 ですよ、これめっちゃ可愛い。いいですか、見せても。ごめん、このね、このシートも可愛いから、一緒に見せたい。あ、シート、すごい、可愛い、可愛い、マジョマジョの世界観ってすごいよね。さすがですね。すごいよね。本当に可愛い。そう、だからこうトランクになって、こう持ち手とかついてて、あら、ね、トランク開けるとこんな感じになってて、いい、このね、フィルムも可愛いの。こう、あの、うん、あのここにプリントされてるやつもよくあるじゃないですか。うん、そうじゃなくて、このフィルムに絵がついてるんだけれども、消えないやつ、ね、消えないね。そうそうそう、かわいい、消えなくて、しかも名前がそれぞれ、子熊座とか北極とか。星がテーマ、星座がテーマ、北半球と、ね、南半球みたいなテーマになってて、こっちが北なんだと思う、確か。へー、なるほど。っていう、すっごい、このなんかこうネーミングもすごい可愛くて好きなんですけど、私は結構こういうパープルピンクっぽい色が もともと大好きなので、はい、このですね、ライラックっていうのを、うんうん、中心に使っています。で、上まぶたも下まぶたもこの左上の北極っていうこの人、うん、を全体にちょっと広めに入れて、二重幅とあと涙袋ちょっと狭めぐらいにライラック入れてます。可愛いんですよ。あ、でこの下の手旗信号っていう、うん、色を、うん、このね、キワ目、あ、上も下も見えるかな、キワに入れてて、チップで入れてるってこと、細いブラシで入れました。こことあとここちょっと囲み、はいはいはい、目尻の囲みみたいにし て、ね、って、かわいい、へー、るんです。うーん、あれでもかわいいんですよ。発色めっちゃいい ね、名前も色もかわいい、マジョマジョのラメ感が好き。そうなんです、このね、ちょっと何色か今日私が塗ったものを色見せますね、うんうんうん、これは北極、北極が見えるかな、北極キラキラしてるよ、見えます、これが一番キラキラしてる北極、うんうんうん、で、この私が大好きな、うん、ライラック、ライラック、あ、見えてるかな、なんかすごいドリーミーな色だね。ドリーミーでしょ、ね、ドリーミーだよね。で、ちょっと青みがかったピンクか、手旗信号、これ私が際に入れている、はいはいはい、へー、手旗信号、赤みだね、うん、見えるかな、見えてる、見えてる、すごい。でもやっぱ何こさ、統一感があるからさ、そうなの、ね、組み合わせた時にすごくまとまりが出るっていうか、そうなの、うん、そうなんですよ。あ、私も買います。ね、あ、手旗信号使い方困ってたのでって、あ、すごい、もう何か入手して、手旗信号は
際に入れるんだね。手旗信号私は際に入れました。でも手旗信号を、あ、この人です。手旗信号を私は下まぶたに割とちょっともうちょっと広めに入れたりすることもあります。可愛いと思います。だから本当それぞれ単色で使っても十分可愛いし、ちょっとこういう何色か混ぜ混ぜしていろんなパターンを楽しむこともできるので、まあ何せ可愛いってことです。可愛いです。とってもマジョマジョ気になってきた。マジョマジョ可愛いんですよ。このなんか今週うちの別のエディターのね、アラサーの女の子がすっごい可愛いキラキラした目してて、何塗ってるのって言ったら、やっぱりこちら、そうなんだ、ナイストゥーミーチュートランクを塗ってて、この北極、北極のきらめき、この子のきらめきをまとってて、もう一人の子も、やっぱでもそれぐらい印象的なきらめきってことか。マジョマジョのラメラメは ねトラベルがテーマですか。そうだと思いますよ。ナイストゥーミーっていうトランクだからね。さすが素敵、でした。でした。じゃあ行っていいですか。私いいですね、私は、シェンちゃんがアプリコットで、はい、私が編集長が、まあ、パープルプラム系です。来ましたね、はい、来ましたが、はい、私はこちらでございます。はい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 、じゃーん、来ました。はい、来ました。来ましたね。ターメリック、ターメリック今どっから声出たの。ターメリックだよ。エクセル、エクセルです。エクセルのアイプランナー、この秋20色出た、サナエクセルアイプランナーですが、これのね結構人気だよね、この色。いや、私もその色、あの好きな色ベスト3に絶対入る、ね、やっぱさ印象的な色だもんね、ちょっとじゃあお見せします。ぜひぜひ。なんて色だっけ。ターメリック。ターメリック、そう、ターメリック で色番としては R06。 R はどういう意味ですか。あ、 R は、 R はリッチの R。 リッチの R。 お二人なんかライブやってましたですか。これもやってました。リッチの R です。合ってます。発色がいいラインってことなんだよね。そうです、そうですね、はい。見えますか。見えますか。かわいいの発色なんですよね。結構マスタード寄りですよね。そう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 、かわいいね。かわいい、かわいい。でこれを、アイホール全体に入れております。はい。でやっぱり締めたいんですよ。はい。なので同じくエクセルアイプランナーのサンダルウッドっていう、まあ、ブラウン味のある色を目の際に入れて、ここですね、目の際に入れて、で下まぶたの方にも結構幅広でこのサンダルウッドを薄く入れてます。本当だ、その色を結構その幅で入れてもいいんだね。いいんです、あ、いいんです、いいんです。ただ、ただ下まぶたにこういうブラウンを入れるときは結構コンシーラー塗ってます。あ、なるほど。下まぶたに、あ、そっか、コンシーラーでクマを消した上でさらにクマを作るみたいな。おお、クマ消しの追いグマ、追いグマ、何やってるのかなと思いながら、クマ消しだの、クマ作るだの、もう一回作ってるのね。はい、作ってます、これ上級者、上級者ですね。ちょっと捨ててみる、消しグマの追いグマ。はい。でもさ、やっぱりみんなこう下まぶたはみんなもう塗るのが結構常識になってきてるんですかね。もうね、下まぶたも含めて目元っていう、この前ヘアメイクのジョージさんもね言っていたけれどもね、本当になんか数年前ってそんなに下まぶたにさなかった、いろんなもの塗らなかったなと思ってたけど、今はもう下まぶたメイクがね、当たり前になってきてますから、はい、ぜひ鏡 P のテクニックの消しグマからの追いグマをやってみましょう。やってみてください。やってみてください。ということで、はい、アイシャドウは終わったと。あ、もう終わった。終わった、終わった。あ、嘘、それもう言い足りない。あ、でもさ、目元つながりでちょっとさ、そうそうそう、まだあるでしょ。アイラインとマスカラについて私お願いします。いい、ごめん、密装に準備してるから、いいよ、いいよ、先言っていいよ。本当熊の流れで、ね、熊の流れでちょっと、じゃあ言っちゃっていい、もう全部言いたいことを。言いたいことを、はい、ですね、ごめんなさい、もうこの2つも欠かせない2つとなっておりまして。何でしょう。やっぱりその今目元のメイクがすごく
重要じゃないですか、うん、で本当にインラインを、うんうんうん、もうマスクするようになってからすごいインラインを必ず引くようになってて、やっぱりこう上の粘膜と下の粘膜にインライン引くだけで、うん、もう目元がガッて印象的になるので、うん、ただ、ウォータープルーフというかその落ちにくいアイライナーじゃないとダメなんですよね、うんうんうん、落ちちゃうと、うん、残念なことになってしまうので、ということで、今愛用しているのがレブロンのカラーステイのハイパープレシジョンジェルアイライナーです。これジェルなんですごくね、うんうん、描きやすいです。はい、でなんかどのくらいの柔らかさなのかが見たいです、はい、ちょっと失礼します。見えますかね。そう、柔らかいんですよ。あ、分かりますか。分かる。描きやすい。そうそう、描きやすそう。そう、柔らかいんだね、うん、そうでね、これのいいところが、はい、反対側にこういう固めのねチップみたいのがついてるんですよ、はい、でこうちょっとぼかしたい時とか、なんか間違っちゃって消したいんですけどみたいな時にこれを使うとすっごい便利。おー、すごい便利。これすごい消せるんですね。すっごいって言ったね。すごい便利。ぼかしかと思ってたら消せるんですね。消せる、そう、消せるし、ぼかせるし、うん、便利だね。ということでこれと、うんうん、あともう一個最後に言っていいですか。いい。最近アイブロウマスカラでこれを使ってまして、ケイトの 3D のアイブロウマスカラなんですけど、うんうん、BR の2、うん、結構薄めです。結構そうだね、明るめっていうか、はい、明るめ、あ、うん、そうですね、明るめです。見えますかね。あ、うん、明るめで髪の色と合ってないじゃんみたいな感じなんですよ。髪は暗めなのに、うん、はい、これ明るめじゃないですかっていう、うん、気にもなるかもしれないんですけど、うん、やっぱ目元を際立たせたいですよ今、うん、アイゾーンをくっきり際立たせたいから眉毛は明るくしてます。なるほど、はい、そういう作戦ね。そう、全体にこう塗って結構明るくしてますね。まあ、今まではその眉毛の色と髪の毛の色は合わせてたんですけど、うん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 、例えばピンクだったらピンクとか暗めだったら暗めにしてたんですけど、うんうんうん、最近はちょっとね、明るめにして目元を際立たせるようにしてます、うんうんうん、なるほどね、はい、以上です。鏡テクでした。言いたいことも全部言いました今。すごい鏡テクでした。ゆきでした。失礼しました。はい、はい、じゃあ私行きますか。はい、どうぞどうぞ。いやいやいや、待ってました。同じくね、結構そうなんですよ。私も眉問題が結構自分の中で大きい問題でもあるんです、はいはい、出たケイト。そうなんです、ケイト。こちら、うん、2品実は使い分けてるんですよ。私本当に眉なしさんで、眉がほぼない、うんうん、状態 にはなるんですけど、うん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 、とすると、うん、眉尻があんまないってことですね。眉尻があんまないんですよ、うんうん、あと本体が結構薄いっていう、そもそもってことね。そうそうっていうのはあるので、うん、こちらのこれなんですね。まあ名品ですね。名品ですね、うん、この間のバチェロレッテの福田萌子さんも愛用してる、愛用されてた。そうそう、こちらの動画で見ました、はい、見ました。3つのメイクのアイテムしかない中での1つだったからね、こ、うん、2つだから、うん、デザイングアイグロウ 3D の EX5 番です。こちらです。皆さんもぜひ動画はまたアーカイブの時に、ね、はい、概要欄に貼りますのでぜひ見てみてください、はい、でこちらのパウダータイプと、あとデジャビューです。でこちらの、パウダーペンシルですね、私使っているのはナチュラルブラウンっていう色味です、うんうんうん、結構もうすごいすり減ってもほんのちょっとしかまだないんですけど、うんうんうん、ブランドは？そう、ブランドはデジャビューです。デジャブ、はい、人気だよね。人気だよね。人気ですよね。うん、見えちゃうかな、どうしようかな、大丈夫ですかね、うん、あ、じゃあ私が見せようか、はい、すいません、これぐらいで、はい、この2つなんですよ。デジャブのさ、アイブロウペンシルってさ、平たい筆、平たいよね、そうそうそう、形がね、そうそうそう、すごい描きやすいよね。すごい描きやすいのと、うん、
私は、やっぱマスクしているので、さっきも話したんですけど、オイリー寄りの混合肌なんですよ、で日中になると、日中でちょっと時間経つと眉がにじむんですよ。気づいたらもうなんかほぼなんだろう、なんて言えばいいんだろう、歩きオイル、歩きクレンジングオイル、持参クレンジングオイルみたいな感じ自分の顔がクレンジングオイルみたいな感じになっちゃうから、眉が途中で消えるんですよ。気づいたら眉尻が消えたりとか、あれないみたいな、もう本体が出てきたぞみたいな感じになっちゃうので、でだからどれにするのか、結構その日のまあ季節感というか温度によるんです。で自分の中では夏は絶対これですね、パウダーペンシル、マスクの蒸気とか湿気が来たとしてもあんまり消えないのは、検証したのはこちらです。へー、私もこのペンシルかけやすくて好きです。ありがとうございます。リラックスタイムさん、そうなんです。で冬だと結構まあやっぱ乾燥するじゃないですか、で逆にこちらの本当のパウダータイプに切り替えるっていう。なるほどね。両方一気に使うんじゃなくて、温度とか湿度とか、その日の用事とかでどっちかになる。そうそう、使い分けてるんですけど、でもどっちもなんかどれが一つに絞るって言われても絞れないほど、どっちも大事なんですよ。愛用してます。質問が来てますよ。アイブロウのブラシはケイトの付属のを使ってますか。私付属使ってます。はい、もう全然こちらすごい描きやすいので。すごいね、使用感が、使用感がたっぷりたっぷりです。本当に使用感たっぷりなので、付属でやってます。付属でやってます。で、あとまたアプリコットの話していいですか。どうぞ。いいよ。もう何度も引っ張ってすいませんが、ワントーンメイクっていうことなんで、今日ビーアイドルのこちらのアプリコットの色を眉にも乗っけてるんだ。いや、そうだよね。いいよね。なんかヘアメイクのジョージさん、メンサ一緒にやってるんですけど、ジョージ365もぜひ見てください。で確かに、いやだってアイブロウがピンクっぽいなと思ったの。だからそのケイトのさ、パレットもピンクかなと思ったの。思いつつ、そう、乗っけてるんだ。そう、全体的にワントメイクをするときに、なんかあ、どっちのパーツが、どれかのパーツが浮いてんなっていうことを、避けるために、やっぱりどこもちょっと色味を入れてあげるのがポイントで、眉にもアプリコットパウダーをちょっと乗せてあげると、なんか全体的にどれかこうすごい後ろに行ったりとか前に行ったりすることはなき、バランスが良くなるんですよ。それはさ、チップで乗っけてるの、ブラシで乗っけてるの。あ、ね、普通にちょっと自分の自前 の、あのアイシャドウのブラシ、ちょっと大きめなんですけど、ブラシで、ブラシで、ちょっと軽めに乗せてました。いいね、かわいい、質感ある、ありがとうございます。ジョージ先生見てますか。ジョージ先生見てますか。ちょっと後で概要欄に、概要欄に貼りましょう、連載をね。早速真似させていただいてます。問い入れちゃうよね、そういう、ね、取材とかでさ、そうそう、やっぱり聞いたテクニックとかさ、ね、すぐやりたくなっちゃう。すぐやりたい、そして教えたい、教えたい、教えたい、お伝えしたい、お伝えしたい。ずっと編集部でもなんかこういう会話を曖昧まで、私たち仕事もしてるんですけど、ずっと曖昧までね、そんなことやってますよね。やってますね、情報交換を、はい、してます。じゃあ気になるさや編集長、お願いします。どうしよう、ちょっと言いたいことがいっぱいあって、どれから言おうかな。まず、マスカラ言っていいですか。お二人ともマスカラ塗ってる。塗ってますね。塗ってますよ。塗ってる。マスカラ後にするじゃん、はい。あ、でも今日持ってきてないな、あ、じゃあ私言うね。お願いします。私ね、さっきのこの魔女魔女のナイスチュー、ミーチュートランクを塗ったというふうにお伝えしました。このパープルみの色をメインで使ったんですけど、はい、なので、まつげが黒いともったいないと、このなんかパープルとこのあと手旗信号の赤みの印象とかをもっと強めたいと思ったんです、ですのでマスカラも、バーガンディ、バーガンディのマスカラ、すごい。でこの子はソッポって呼んで合ってる、ファミマで限定
で売っているコンビニコスメさんなんです。ファミマ。はい。初耳です。そうなんですね。しかもね、ちっちゃくて可愛いでしょ。プチプラだし。で、色も私さっきのまじまじょさんがすごいここに残ってる。可愛い。こういうブドウみたい。ブドウみたいな色。うん、で塗りやすいです。とてもちょっとこのカーブがありますので塗りやすくて、でも目によってもらえると分かるんですけど、あのものすごいカラーマスカラを塗ってますっていう感じよりは、うん、結構馴染みで優しい印象、うん、確かに、うん、確かになってますか。なってます。なってるなってるっていう感じで、うんうん、アイシャドウとまず合わせてるのがこのマスカラです。でアイライン、アイライン、その鏡Pも言ったようにやっぱり目力大事問題ありますね、はい、普段マスクしてますし、はい、ってなった時に目力出したいんですが、うんうん、私もともと顔がまあまあき、あの多分きつめの印象の顔立ちなので、あんまりくっきり入れるともうちょっとギョロみたいな感じになるんですよ、うん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 、なのでちょっと苦手だったんですけど、うん、大好きなアイライナーがあって。何でございましょう。アテニアの水墨ライナーって知ってますか。出た、アテニアの水墨ライナー超名品だよね。でしょ、うんうん、ブラックを使ったことあるよ。そうで、うん、水墨みたいな、うん、そのちょっと薄墨みたいな色のアイラインなんて他になくって、はいはい、それを愛用してたんですけど、なんと来週月曜日に茶が出るんです。茶が出るんです。でこれがどんな色なんですか。見たい見たい。わかる。ね、何あ、ちょっと待って、興奮して興奮して、前のめりに、はい、大丈夫ね。こんな感じ、ね、いい感じの色だね。あの今しっかり描いたらこんぐらいだけど、まあ、こんなに強くは描かないから、こういう感じ。あ、すごい描きやすい。水墨なの、うん、で、これをあの全部に切って入れちゃうとちょっと違うかなと思って、うん、目頭と目尻は抜いてて、中央、うん、黒目のところが大きくなるように、うん、で目頭のキワキワと目尻のキワキワを除いて引いてます、うん、ね、すっごい自然でしょ、うん、でもあるとないとだ違うの。すごいこんな薄いのにって思うけど目力出るの。また茶がね限定で出るので、うんうん、ちょっと今日先んじて編集部にあったものを私持ってきちゃったんですけど、馴染んでる、ね、ぜひ、気になる。来週発売なのでチェックしてほしいんですよ。気になる、これ本当にいいです。いいな。ちなみにこれは私はあっと思って眉毛にも使ってみました。マジで。そう、アイブロウ、リキッドアイブロウとしてもこれちょうどよくって、うん、このすっごい自然なんだけど、私ね、あの眉尻があんまないんですよ。え、ね、それだけで仕上げたわけじゃないんですか。わけじゃないんです。別のアイテムを使ってるんだけど、毛のないところ、うんうん、まばらさんなの、今これでやって、もちろんこれすっごい持ちがいいので眉毛消えなくて、今日消えてないだから、ね、すごい。そうなの、これすっごいすごい自然。そうなんです。気づかなかったんです。そうなんです、ね、欲しいなんです。で、その、はい、眉毛もちろんこれだけじゃないんですけど、いいですか。はい、私もすっごいすごい使用感あるもの出していいですか。お願いします。お願いします。なんだろう。おっとフーミーアイブロウパウダー N ライトブラウン。ちゃ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 、すいません、そこ見えてます。そこ見えちゃってる。ピンクとライトブラウンと濃いブラウンが入ってます。へ、うん、で、どう、ここもうなんでこの人チップ入ってないんだろうと思うじゃないですか。思いました。ブラシが名品すぎるので、私はこれを毎日使ってて、あの今気づいたんですけど、ブラシのロゴが消えてるどんだけ愛用してるっていう。そろそろ新調しようかな。愛用しすぎてちょっと風味が、くらいになっちゃったの、消えちゃったんだけど、これがあまりに描きやすくて、これがないと私の眉毛描けないんです。なのでこれでやってます。で、濃い色を先取って、うんうん、この色を、あの私ね、あのザ・アブラー世代なんですよ。はい、一緒です。ですね。はい、ですね、はい、なのであの、この眉下がないんです。うんうん、ね、そうだね。なので、この下をこう取ってます。まずここの下を。ちょっと自分の眉毛よりも下目に、はい、ザっていって、うんうん、残ったものをサッサッサってなじませ。で、このライトブラウンを
さらに上に重ねて、でポイントはこのピンクですね。ピンクどうするの？ピンクをこの眉毛の上にファッと。わかります。ちょっと今わざと分かりやすいようにいっぱい乗せてみますね。柔らかくなった一気に。うん、すごい。やっぱおしゃれになる。本当のやらないとでは全然違うよね。 こっちがピンク入れた方なんだけど、このピンクちゃんを乗けるとね、どうなんですか。かわいい。画面越しでも優しくなる。かわいい。わかるかな。でなんでこのピンク眉毛にするかというと、うん、これしえんちゃんと同じ話です。アプリコット顔にしたように、私はちょっとこうパープルピンクトーンにしようと思って眉毛も少しピンク印象を入れました。かわいい。これ好きすぎてやばいんですよ。もう ね本当にこのブラシね、うん、風味も消えてるし、その下の猪狩さんの猪狩も猪狩みたいになったのもう分かる。もうちょっとこれやっちゃってるから愛用してるね。そろそろ追加で買おうかな。これね、12月に、うん、ニュースなんですけど、ニュースまたニュース、編集部にあった色子をさっき見たところ、はい、12月に新色が出るのです。新色が3色、3色。それを今から待ちわびています。ちょっと、3色も楽しみだな、うん、11月21日の発売の1月号に載ってるってことだよね。今月の11月21日発売の号に、うん、ベストコスメ号ですよ。ベストコスメ号に載っているのを、はい、考慮するときに見まして、見ましてちょっと貸して、うわちょっと後でチェックしよう。新色がしてなくてるとこ気になる。気になるです。気になる。買う。ふうみんみんな大好きですよね。大好きですよね。ふうみね、本当にいいのこれ。可愛いものばっかりだな。愛を叫んでみました、ね。1時間もう喋ってた。もう、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 早っ。もうよ。いやもうさ、コスメのこと喋ってるともうさ、あっという間に、ね、時間経っちゃうよね。そうなんだよね。永遠にできるよね。熱こもっちゃうからさ。そうなんだよね。ねなんかまだ紹介し漏れてる人いる？私実は私はまだ1個残ってるんだけど。何何、じゃあお願いします。いい、じゃあこの間の石油ね。なんか見えるけどそれ。あ、見えてる、うん、見えてる。王が見える。王が。王です。はい。王です。王です。例の王です。例の王です。王です。王です。今日鏡Pのテンションが時々すごい。今日どうしたの？なんか食べたの？食べちゃったかもしれない。王です。ダイエットブラッシュ03です。でもちろんもう同じこともう買いますよ、はい、パープルが好きなんです。え、どういう色だっけ。出しちゃっていい？お願いします。見たい。素敵。おっと、かわいい。おっとっと、はい、色見たいですね。プラムからのプラムからのプラムです。なるほど、ね、私は今日で、これは色出しますね、うん、見たいです。見たい。わかります？あのね、これこんなつき方が程よいんです、うんうんうん、今これ2回重ねたからこんぐらい見えます。あ、でもあのしかも指なんでこれすごい発色しちゃってますけど、あの大きめのブラシで私はふわふわってのせてるので、そうするとこのぐらいなんですよ、うんうん、すっごい使いやすいんです。この色が超可愛くて。かわいい。かわいい。出てます。へー、でもこの色をさチークに使うってさ、ちょっとなんだろう、勇気いるかもって思ったけど、思ったでしょ、うん、でも全然そうなの、ありなんだね。なんかちょっとやっぱこのローズっぽいベリーっぽい色だから、女性らしい感じっていうのができるかなと思ってやってみました、うん、いいですね。オフィスメイクとしてもすごく、そうです、とってもいいと思います。おすすめですよね、はい、上品な大人色です ね、そうなんです、上品。へえ、オルビス来たか、はい、オルの剣でした。オルの剣。オルの剣でした。オルの剣来ましたね。オルの剣でした。今日サーヤ編集長全部プチプラじゃないですか。プチプラだね。オールプチプラ で、 オールプチプラだ、ね、大人でもなんかこうプチプラでこう大人顔というかこう高級感ある顔になるっていうのを目指してみました。素晴らしい。目指してみました。大好きなパープルちゃんたちと見ました。真似します。真似しよう。真似しよう。本堀リボンさんが紫好きだって。一緒だ。あ、一緒だ。もうこのセットで。エンドハッピーさんが、私もムラ世代で眉がほぼないので参考になります。きた、ムラ世代。イエーイ。結構抜いてました眉毛を。抜いちゃいまし た、 抜いちゃってました。眉毛の直下生えてこないね。生えてこないね。でもさ、で待って、あの細眉ブームがちょっと来てる気がするのよ。え、また
今ね今、うん、リバイブですか。結構さ太眉平行がずっと着てたけど、うん、長かったけれどもちょっと細眉着てませんかっていうふうに私は問いたい、うん、問いたい問いたい問いたい、分かるかも、うん、すごい最近あとその眉尻をシュッとしたい感じする、うん前より長めにシュッてするように私はなってるかも、うんうん、なるほど静観したいです、はい、私は静観する、うん、太眉派いや太眉派ですね。そうだよね。ちょっと結構太眉。そう本体があんまりないから逆に太眉に憧れるっていう。ああ、そうだよね。ないものねだり的な。なるほどね。結構眉がねいろいろ多種多様に、はい、なってきてますが。でもなんか結構太眉トレンドも長いから、うん、そろそろねそうちょっと飽きたっていうのはあるんだけど。なるかな感もあるよね。まあ、気持ちはわかります。うん。うん眉今度眉の話もしましょう。あ、眉毛だけ1時間ぐらい話せちゃうから。ありがとうございます。分かった。今度素眉で。あ、いいいいね。3人とも眉毛もう出しちゃう？出しちゃう？出しちゃうよ。うん、だってその方が分かりやすいもん。だから今日追加で帰ったからすごいなんか私濃い眉毛の人になって終わっちゃったもん。今キリッとしてるすごい。キリッとしてるでしょ。うん、そう。ね、うん、いいよね。じゃあ素眉から素眉っていうのもやってみよう。完成までをやるっていうのを、うん、いいかもしれない、はい。見てくださると嬉しいですね、うん、皆さん。いいですね。いいですね。あ、最後、はい、私はもう空になりましたので、熊っかは。何の剣ですか？何の剣ですか？実は、何マイ肌のハンドトリートメントっていうハンド用美容液なんですけど、ピンクですな。が好きすぎる剣なんですよ。何の剣ですか？かわいい。好きすぎる剣なんです。はいはいはい。でちょっと出してみてもいいですか。お願いします。ハンドクリームじゃないんですよ。ハンド用美容液っていうところで、すごい惹かれました。惹かれるね。ちょっと机の安定感が次回の課題だと思っているので抑えます。いきます。あ、ね、ちょっとピンク味じゃない？そう、ちょっとピンク味。なんかね、しっとりでサラッとなんですよ。すごい気持ちいいなんですけど。今さチラッと見えちゃったんだけどフローラルブーケの香りって書いてある。分からない。ちょっとディスタンスで分からない。ちょっと、うん、あとでマスクして借りるね。うん、そう。フローラルブーケの香りなんですけど、うんうんうん、こちらの香りは限定品なんですけど、通常のものこの白いパッケージのものもあるので、あ、そっか。ピンクのその香りは限定だけど、通常の白い子はいるのね。ハンドトリートメントさんもいるんですね。そっちもめっちゃいい香りなのでぜひ試してほしいのと。何かクリームとハンドクリームとどう違うかっていうと、試してみたらなんかすごい柔らか肌になるんですよ。しっとりで柔らか肌 で結構最近すごいやっぱ手洗うタイミングすごい増えたじゃないですか、ね、アルコールでどうしても荒れちゃうし、ね、そう荒れちゃうのでやっぱちゃんと美容液をつけてあげないとダメだなと思って、これを常に持ち歩いてるんですよ。あとね、私気づいたのは最近、うん、前肌が私が好きだなって思ってってことに皆さん、前肌の皆さん、今の告白を受けて、はい、前肌で前肌の告白を、はい、急に告白来ましたね。なんか、本当あの表現が適切かどうかわかんないんですけど、うんうん、だいたい美味しいご飯屋さん行くと、うん、何食べても美味しいって思うじゃないですか、うんうん、いやなんかね、前肌さんは本当に何使ってもいい商品ばっかりっていう気づいてました最近。でもそういうのあるよね。あるよね。ある相性あるよね。なんかヘッドクレンズも使ったし、いいよね、ボディスクラブウォッシュも使ったし、うんうん、あとツヤ出しのコンシーラーも使ったし、うんうん、あれ、うん、なんか何使っても外れがないっていう、うんうんうん、すごいなと思って。今マイ肌沼にいる。マイ肌沼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 にいます。しかもなんか喜んで中に。そうそうそう。います。沼。なので皆さんもし使ったことのない方がいらっしゃるのであればぜひ、ね、試してみてください、うん。なんかギフトとかにもいいんじゃない？こういうものって。そうだね。みんな誰でも使うし。確かにハンドね。ね、クリームとか、うん、ハンドトリートメントとか、ね、この冬のギフトシーズンクリスマスとか、うん、なんかそういうアイテムも良さそうな気がする ね、 いいですね。そうなんですよ。あと値段も税込みで990円え、嘘でしょ。そうなんですよ。もっと高いですか。これ、うん、はい、これがそうなんだ。2000円以上だと思って1500円ぐらいかなって思ってた。2000円台だったかなとか思っちゃった。いやいやいや、税込みで990円。本当に合ってる。はい、合ってます。
調べてきました。それはちょっと欲しいかも。なので欲しいね、うん、だってこのピンクしかも可愛いしな。可愛い。しかもこれは限定まだ売ってるの？これはもしかしたら探せば出てくるんじゃないかなと思うんですけど、なかったらじゃあ白いやつね。そうですね、そうだね。え、びっくり。最後にプチプラ来たね。来たね、うん、ちょっとやられた感あるわ。美容液なんだよ。美容液美容液だよねこれ。すごい。おいプチプラしたね。おいプチプラしましたね。え、ちょっとじゃあ私も前肌沼検討します。はい、検討します。終わった後にちょっと調べてみたいと思います。沼に入りたいと思います。みんなも言いたいことは言いましたか？言いました。そしてやっぱりライブって楽しい、ね、楽しいですね。1時間ぐらいやってしまいました。皆様あの最初ちょっと、はい、あの Wi-Fi が悪くてすみませんでした。申し訳ございませんですけれども、あの皆さん最後までお付き合いいただいて大変嬉しかったです。はい、あのコメントでね、眉毛特集マイプロペスプロセス見たいというコメントも来ているので、ちょっと次回検討もしたいと思いますし、はい、ね、またね、またね、いろんなライブをやっていきたいので、はい、ぜひあのコメントをどんどん書いておいてくださいませ。春新色とかもね、そろそろ、ね、そうなんだ、気になるみたいな、ね、ところもね。今から大忙しなのよ私たち、だっても今月ベストコスメ下半期出るでしょ、ね、で12月に年間のベストコスメ発表しますから私たち。はい、そうですね、イベントがございます。年明けたらもう春新色売ってるから、はい、これね忙しい。もう1月から売ってるからね、春新色はね、うん、もう絶賛忙しいよこれ、はい、どうしよう。どんどんお伝えしていきたいですね。どんどんお伝えしていきます。はい、やっぱり楽しい。はい、雑誌でもウェブサイトでも、はい、それからいろいろな SNS でもお届けしていきますけれども、うん、またこの YouTube のライブもやっていきますので楽しみにしていてください。はい、じゃあそんなところで締めます。はい、はいはい、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。これからもいろんな企画やっていくので楽しみにしていてくださいね。ということで、はい、バイバーイ。またね。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。